遊びパークプラス小田原ダイナシティ、今回タイトルが長かった。さっき行ってきたんですけど、なんとここね、12月1日ニューオープン。すごくないですか？ちょっと難しいな。ほら、ではね、その映像があるのでご覧ください。さっき間違えてました。さっきのゲーセンは小田原のナムコで、多分設置点乗ってない場所でした。ということでご覧ください。12月1日ニューオープンナムコ。ここ、太鼓あったわ。普通にやってる人いたわ。店がこんな感じです。で、そこに太鼓があります。2台あるわ。100円2曲ですね。しかも寝台で、デモ画面音なし。まあやっぱ寝台なだけあってね、綺麗だね。ナムコアプリ使える。で、太鼓にシリアルナンバーってあるんですけど、まあ寝台だからね、作られたばっかなんでね、新しくできた太鼓です。じゃあ、左の台からやります。ってことで無料です。で、あと僕の動画よく見てくれてる人だったら分かるんですけど、寝台ってリミット値が高くて感度が悪いです。だから連打入んない可能性の方が高い。この辺が綺麗だね。太鼓の音が全然しない。全然カッカカッカ言ってないんだけど。で、左面がやばい。音もちっちゃ。すげえちっちゃい。これで寝台か。ちっちゃ。自体は入るね。でも縁がやばい。じゃあもう一回だけやるか。おお。ここの太鼓、多分著作権引っかかる曲やっても音小さすぎて引っかかんない。過去にホムラ、今はないんですけど、戸塚のラウワンでやったら音小さすぎて著作権引っかかんなくて、そういうことがありました。ちなみに称号をね、戻しました。僕らはもっとショーベル、飛べるですけどね。で、マイナスショーとなるわけですよ。じゃあね、右側の太鼓も開いたらやろうかなと思います。お、で、ここにもこれがドンちゃんカッちゃんバージョンってことで、右側の太鼓が待ってるんで、ヨーキャッチャー見てるんですけど、これちょっと変わってるね。これナムコで初めて見たな。まあ隔離好きだからな。うわ、アーム弱。これも珍しいな。前はナムコいなかった。でも他はね、そこまで変わってないかな。どこのナムコもまあ一緒ですね。
いやー、今の UO キャッチャーよくできてるわ。なんかあの状態でももういいやってなった。ということでラスト、こっちは寝台じゃないですね。でこっちはしっかりね、張り紙が貼ってありますね。ホロメン温度とかね、比べられることがね。あ、でもこっちも綺麗だな。でさっきのドンダンの子がこっちでずっとやったんで、こっちの方がね、メンテがいいかもしれない。あ、メン新品だな。でまあさっきナムコアプリ使ったんで、あの2回目は使えないと、1日1回で。なんだこれ、2015年3月バージョン。こっちは本当ね、張り紙が貼ってありますね。じゃあ最後の台やります。太鼓やってないと静かですね。あ、こっちの方が音でかいかも。やばない？今の取れてたかな？あ、取れてないかも。あの演奏スキップなしになったのにまた戻った。さっきの台よりやばいかも。ハウス抜けですね。前代連打入る、それびっくり。おお、15、マジか。ちょっとね、今旧式がうまくいったってことで、まあ、このゲーセンは一般の方向けですね。ハウスバチでやったら、まあさっき反応してたんで、ハウスバチ向けですね。であとは連打が入るんで、マイバチで連打を楽しむか、ハウスバチで普通に叩いて楽しむかみたいな感じですね。いやー、ちょっとね、リミット値もうちょい上げてほしいね。低すぎる。でナムコの後に、あのさっきの遊びパークプラスだっけ、そこに向かってるんですけど、すごい人がいないんですよね。こんなもんなのかね。でね、どこだろうね。ちょっと案内図とか見ます。あったあった、子供の遊び場、遊びパークプラス25番。どこだどこだ、ここか。なるほどね。じゃあ向かいます。おお、ここっぽいな。おお、なんかちょろっとした囲碁キャッチャーとかあった。にもあった。普通に入れんのかな。なんか見た感じ子供がいないとね、入れなさそうなゲーセン。あ、でちゃんとナムコだ。4階にもナムコあったんで。あ、やっぱそうだ。太鼓どこだろうな。
当たらないな。どこだろう。あ、ホニトンちゃん、かっちゃんがいた。さっき気づかなかった。見当たらないな。あの店員さんに聞いたんですけど、てかあの店員さんがなんか気さくな方で、俺がなんか外側から動画撮ってたら会釈とかあのしてくれていらっしゃいませみたいな感じで、あ、これはなんかいい店員さんそうだなと思って、太鼓の達人ないですかって聞いたら、あの上野ナムコにありますって言われて、あ、じゃあ移動しちゃった感じなんですかねって言ったら、いや元からないですって言われて、え、でも設置点載ってるしと思って、そういうこともあんだね、設置点載っててもない場合があるので注意ですね。いい経験だ。あの確認したらナムコが設置点載ってなくて、でさっきの太鼓置いてないところが設置点載ってるというね、変わってるな。まあ、でもね、あそこのナムコはねできたばっかなんで、まあ載ってないってことなんですかね。ということで、まあ、さっきのとこね太鼓なかったけど、なんか楽しそうな雰囲気だったね。雰囲気好きだった。ということで、では。